つの作品を共有する喜びがここにはある。好きを共有できる楽しさがここにはある。 UGP であなただけの作品を一緒に作りませんか。うん、だったら雨ソングがいいんじゃない、レイニーソングじゃないとかっていう、だったらバラードじゃんみたいな。当時の中で頑張った方がいいな、あれな。いやもうね、これあれやっぱギターソロの部分、今あれはやつじゃないですか。うん、ここ、うん、これがね本当にすごい生きたと思うんです。この私に見合う相手でなければならなくってよ。私めが察するに、次なる王はジョーカー殿がふさわしいかと。おお、ジョーカー殿。はい、少々扱いにくく荒い性格はしてますが、器だけなら彼が継承者第一位かと。ちょっと待ちな、俺は反対だぜ。四骨そのめます、あの音楽の友さんとも言います、よろしくお願いします。グルグルの糸ひくん、イラストの増井さん、パチパチパチ、しないの赤さん、はい、お願いします。お願いします。さあ、今んとこ見たこともないし、本当にいるの。俺が教えてあげようか。え、お兄ちゃん知ってるの。まあな、昔まだお前が赤ん坊だった頃、俺は友達と教会の墓地まで登って遊んでたことがあったんだ。今日の一句、初ラジオ最後の締めはトイレかな。何もかもがうまくいき、俺はまさに幸せの絶頂にいた。少し前の自分からは想像もできなかった姿だ。これで俺もようやく幸せになれる、そう思っていた。副代表と、プログラム班を務めます、伊藤開くこと伊藤ひーと申します。遊ぼうよ。もう怖くて怖くてたまらなくなった僕は、なんとか男の子を振り切ろうと全速力で走り出しました。鬼ごっこ？じゃあ僕が鬼ね。すぐ後ろから男の子の声がします。僕は体力が続く限り走り続けました。今日反省の方がいいっすよ、気をつけてください。いやこの時はブラックに限りますね。一応ね、思いっきりね、ギュッて浸るんですよ。ここでね、怖がっちゃダメです。怖がっちゃダメです。怖がったら作れないです。でギュッて。ただね、当然山は険しいもんだから、途中で力尽きて死んでしまったっていう話があるそうなんですよね。
なるほど。非常に危険なとこばっか持ってると。リーチやばいな。現物がちょっとないんですよね。ギターって右手と左手大変だから、右手はあなた、左手は私、二人で弾いてあげる。いい人。これですね。ちなみにこの目の前にいるこの犬は僕の仲間の、あのフェンリグちゃんですね。結構この結構あのこの子も強いんで。で、うん、ここがこいつとこいつがこうなって、でこいつとこいつがこうくっつく、うん、とこれになるということは、これになるために左右対称、これですね、 A です。私はですね、UGP の方で、シナリオ班の班長を一応、僭越ながら務めさせていただいております、赤鈴でございます。よろしくお願いいたします。一弦を押さえます。すると、ここで斜めにして押さえる面白い押さえ方です。着信がありました。相手は警察でした。内容は、母さんが買い物途中でトラックにはねられ病院へ運ばれたというものでした。辺りはすっかり暗闇に包まれていて、懐中電灯なしでは怖くて歩けないほどでした。街灯もありません。入り口へと近づくにつれ、だんだんと周りの空気が変わっていくのが分かりました。息子はそんな俺の視線に気づくと、無邪気な笑顔を俺に見せてくれた。その笑顔を見た瞬間、なぜか俺は泣けてきた。子供の頃、なんか僕と妹が引きつけを起こしたらしいんですね。引きつけって、まあ、要は痙攣ですかね、俗に言う、を起こしてなんか倒れたらしいんですよ。ほんでなんか意識がもう なくなって意識不明なの状態になって、聞かれるんが、小説を書くぐらいなんで、なんか小説とか本を読むのが好きなんですかってよく言われるんですけど、僕ね大嫌いなんですよ、本読むのが。実は私たちの思いが集まればなんとかなるかも。小さな力だけど育てたい夢がある。仲
をご存知だろうか。お風呂場で目をつぶって頭を洗っているときに、だるまさんが転んだと言ってはいけない。青森町上りおいでなすれれば、欄干橋虎屋東衛門、ただいま停発いたして宴祭となりまする。岩町より大津ごもりをお手に入れまするこの薬は、昔陳の国の当人、ウィーローという人我が町へ来たり、帝へ三代の折からこの薬を深く込め置き、用いるときは一粒ずつ冠の隙間より取り出す。よってその名を帝より東鎮公と賜る。この度は UGP YouTube チャンネルをご覧いただきましてありがとうございました。また見ていただけると嬉しいです。浦間さん、明日からあなたはこの学校に通ってください。あなたの今後の人生を聞きに来ました。さあ選んでください。今日の気分を天気で言うと曇り。でもらって、いい音源くれるのはありがたいんですけど、リズムを合わせるのってすげえ大変なんですよ。実は音声編集が終わって見ちゃいけないと思う。見ちゃいと思って左側にずーっと目をやる。うわっ、これめっちゃ好きなんで、あの例えば C のキーだとするじゃん。はい。で、C のキーで F シャープの、フラット5を使って、うん、サブドミナントマイナーっていうなんかあの感じの、この響きがすげえ好きだから。シメジャーってどういう和音かっていうと、C の音がベースにある E と G がある。で、この、これだけだったら片手だけで押さえられますよね。あの小指と例えば中指とか、そして親指で押さえられますよね。人がいたら耳にふーって息かけてあげるいい人。木下裕二のおしゃべりの時間ですよ。ということでですね、はい、どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、シナリオ班班長の、赤鈴こと木下裕二でございます。木下裕二と鈴木智也のおしゃべりということでですね、はいはいはい、お願いいたします。はい、お願いします。ということでですね、始まりましたね。うん、ついに始まりました。おしゃべり待望のラジオ新番組が始まりましたね。この名機を飛び回して、それで結構ね始まってました。ああ、そうなんですね。まあまあ、これテステこんな感じみたいな。ですね、まあ久々ではございますけども、まあ UGP ラジオの新作ということで。どうも、みそめです、よろしくお願いします。どうも、あ、どうも、ウルハ、はい、どうも、はい、今のりこです、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。あ、どうも、さかつです、こんばんは、よろしくお願いします。はい、こんばんは、よろしくお願いします。おろし中尾さんです、どうぞ。
どうもこんばんは、よろしくお願いします。どうもどうも、高沢の井戸です、よろしくお願いします。はい、はい、あ、はい、カフェ編集指示班のカフェです、お願いします。はい、高良くんです、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっとなんか外部から見た魅力的な UGP 像ってありますか？そうですね、メンバーさんが仲良しなことじゃないですかね。メンバーさんが仲良し、いいっすね。女子高生の T さん17歳が自宅の脱衣所で自らの両目をえぐり出した。うわ、黒い。いやいや、あれは無理やな。おおおいおいおい、よしよし、よいよし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 、おおのため最大まで食べといてからのアブソリュート操作で厳しいんだから、おらしいんだ。あなたはどうしてここに来たの？綺麗なお花を咲かせに来たの？どうしてお花が欲しいの？パパとママに綺麗なお花をプレゼントしたくて。そうなんだ。あなたはどうしてここに？綺麗なものをたくさん見るために。手先を使って物を作ったり、道具、乗り物、楽器を操るのが好きだ。研究したり想像したりするのが好き。 B じゃねこれ、 B だよ、なあ、面白そうだろ。そいつは目を輝かせながら生き生きと話し続けた。この話を俺が初めて聞いた時に、今度の小説のネタに使おうと思ったわけよ。で、その広告を一目見ようと最近ずっと探してるんだけど、なかなか出くわさなくてね。お前な、実際周りはカップルだらけだったって泣きながら木下さんが言ってたよ。ちなみに木下さんはここへ来るのは2回目で、その時は一人で訪れたらしいよ。曇り空、はあ、すごい美味しかったよ。あれ、ドラキュラさんが作ったんだ。このハロウィンパーティーに貴様を呼んだのが間違いだった。
私のパンプキンパイを今すぐに返せ。まあまあ君も落ち着きなよ。ほら他のお菓子も僕が用意したからさ。行こう。トリックはトリート。ありがとう。はい、10月31日、10月31日とにいということで、トミーこと代表こと私鈴木智也が、朝方の5時に収録をしております。もうちょっとで5時かな。はい、皆さんおはようございます。これはアップできやんやな。あんませんわよな。なんかここだ、ここなんかめっちゃ寒いんですよ。さっきも表は、まあ、寒かったんですけど、ここだけなんか異様に寒いんですよ。寒気がすごくて。あ、いつの間に死んでる。ツイートしてたら死んでた。PS4 のスクショしてたら死んでた。勉強になった。木下さん、今隣にお母さんか彼女さんっておるって聞いてきたんです。でもその時部屋には当然僕しかいなかったので、いませんよ、部屋には僕一人です。この丸いプレゼントを君にあげるよ。何が楽しいんだよ。幽霊なんてな、いるわけねえんだよ。と、その時。いるよ。すごい便利だ。いろんな機能ついてますんで、今から紹介いたします。おすすめはですね、パソコンのアプリ版をダウンロードと、スマホ版をダウンロードしてもらうことと、それらを同期するっていうやり方です。これで終わりだ。モンスターでダイレクトアタックだ。ヤガー、ワイが負けたやと。いいデュエルだったぜ。また戦ってくれ。Thank you.
焼き芋の流れをパソコンでいろいろ処理をやっていって、まあなんか結果とか目的は果たしましょうっていうのがプログラミングだと思います。風邪ひいた妹とするみたいなやつめっちゃ再生されてる。マジで風邪ひいた妹って誰？あんたあんた風邪ひいた、なんで？あんた風邪ひいた妹設定なんて。そうなの？妹だったの？風邪ひいた妹設定なんて。あ、そうなんだ。そう、知らなかったよ、せいも。そう、そう、すごいよね、風邪ひいた妹にジャグラーの話を永遠とする兄貴ってすごいよね。風邪ひいてみたいなのさ